今日は散策していこうか。やったね。いるかな？あ、いる。仲間をお茶場に誘うようになりました。え、なにこれ！お茶場に仲間とお茶を通して石水になります。始まったぜ！てめえ、じゃあ、マジか。自学系のせいで協力してる人物以外を誘うには支援レベル一定以上にする必要があります。どういうこと？え？支援レベル一定以上じゃないと自学系の人以外を誘えないってことか。じゃあ、まあ、マリアンヌ。マリアンヌでもいい。とりあえず、残り3。もう俺はお茶を3杯飲むぞ、今から。あっ、シルマー、お前死にてえらしいな。昼だから離れろ。はあ、祭事の日は講義もないし、一日中遊んでられると思ってたんですけど、ね、こいつはやべえ。シルマンやべえぞ、こいつ。あえてスカウト、シルマンをあえてスカウトし、闇に葬った方がいいのかもしれねえな。不良の事故だったんです。お茶管理誘う。あやば、何なんでやっちゃうんだ、すぐに。前、昼だでいいんだけどさ、お茶管理出す。ちゃう。やった。ちょっと待って、どうしよう。お茶会が始まったんだが。じゃあね、お茶会始まっちまったぞ。お茶会では招待した人物と親密になります。また、相手の枠、もてなせると 見事その人物の魅力がアップします。だって。相手が気に入りそうな話題を選択したら仕掛けましょう。なんだこのゲーム、これファイアエンブレムじゃないだろ。俺間違ったわ。ファイアエンブレムだと思ってた。嬉しい。ほら来たー。好みの茶葉を用意しといてくれたんですか。お茶を勧める。どうぞ。ありがとうございます。なんか幸せ。え、トーク、え、なに、トーク選べないんですよ。トークしかなくない？トーク。え、もう一人の意味について。もう、やべ、時間がないぞ。今、ときめいているよ、俺。ときめいているよ。話に乗ってきた。来たね。ちょ、結婚してくれ。いつもありがとう。出会ってこないし、二人の連携について。ちょっと、出会ってこないしようぜ。俺たちどういう出会いしたっけ。いつもありがとう。あ、これいつもありがとうがよくない？いつも俺のためにありがとう。すごい。何がすごいだ。全然なんかよくわかんねえ。すごい！いつもありがとうって言っただけで。少年の欲と人物、理想のつけ方。理想のつけ方教えてくれよ。ヒルダの理想のつけ方教えてくれよ。将来の夢、待て。これもあるぞ。将来の夢、俺のことをこうやって、俺のことをされちゃったりする。時間見てなかった、時間見てなかったって今。もう、じゃ違うんだよ。何で言うと、考えてお茶を笑う。じゃあ、お付き合い、時間があるんだ。お茶を飲む。待って、こうやってか、なんだっけ、なんて言った、ひどいなって言ったら全然聞いてなかったって。とりあえずここで俺の考えを言う。俺何考えてたんだろう。買い物やった回数2回。もうなんか全然今の時間記憶にないんだけど、俺。おいしいお茶、ごちそうさまでした。また呼んでくださいね。ちょっと待って、全然意味わかんなかった。全然記憶に残ってない。ちょっとよくわかんなかった。もう一回やりて。おい、めっちゃ上がってんじゃねえかよ。魅力が見えなかった。すげえ、俺才能ある。やべ、始まったな。ちょっと待ってくれ。待って。どうしよう。やべえ、どうしよう。俺こっから動くのは怖い。3秒も人生の時間を無駄にしたって人、マジで最短ルートで行くぞ。最短ルート、インをついていけ。邪魔だ、この壁。うるせえせいです。あ、お前ここしよう。まあ、急ごうな、だといい。ほうどころじゃねえ。ベルナデッタの家ごと移動しろ。俺の歩くのにペースに合わせて。よし、来たぞ、ベルナデッタ。先生？はい、ベルナデッタです。やばいって。お茶が誘う。ベルナデッタに、ね、お茶に誘うっていうだけでもうやばい。誘うという行為だけがやばい。もう、誘うという行為自体でもうやばい。やったー。違いました。やべえ、お茶はいいの。もっとちょっとなんか大したのないんだが。待て、幅広い層に人気。ちょっと引きこもりに人気とかないの。先生、呼び出しって何ですか。私何も働いてませんよ。
呼び出しって手で連れてきたのかよ、俺。お茶を進めるぜ。ありがとうございます。アップルティー美味しいよな。冷めないかな。ああ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。ちょっと落ち着け、よしよし、効果的失敗許されないぞ。うん、自分の秘密を教える、市場にいる子供らしい、僕とする人物、待って、落ち着け。自分のおすすめを、なんだっけ、もう一回見ようぜ。自分の秘密を教える、市場に子供らしい、僕とする人物、なんだっけ。自分のおす、なんだったっけ。目標とする人物ってよくなかったっけ。地上にいる子供に自分の秘密か、自分の秘密、地上にいる子供の話ってなんだ、地上にいる子供の話ってなんだ、目標の人物か、待って考えろ、俺の秘密教えよ。何を言ったんだろう俺、きっとあれだな、俺には見えないものが、見えない女の子の悪霊が見えるって言ったけど、嘲笑われたんだよ、ベルナデットに。どんなに冷めるのバカ気にしてんの、俺の話面白くないの。初夜の夢、ゴアに誘った相手、前回の戦闘の反省、あ、前回ベレッタ、そう、前回確かに反省ある。ベレッタどこにいる、連れて行かなかったんだよ、ベレッタ入ってると思い込んでたんだよな。ベレッタあいつサボりやがったんだ、前回すいませんでした、ベレッタ呼び出しておいて、呼び出しておきながらも出さずに、本当にそこは謝っておかなきゃいけないと思う。ちょ、待って、もっとお持ちの、私の母は再演って呼ばれるくらいで、今でも程度でバリバリ働いてるんですよ。え、落ち込むって意味わかんなくない、バリバリ働いている、感心する、感心するように宣伝しないよね、これな、かすごいね、なんかよくわからんけど、すごい、なるほど、何がなるほどだ。ちょっとこれリアクションおかしいだろこれ、いまいち盛り上がる、なんかこっちが一生懸命考えてんのにさ、なるほどピラピラピラーンってやれても、もうちょっとさ、見つめる。ま、つつ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 笑わせる。じゃあ、なんでもうちょ、よしよしよし。もうちょしてないのか。もうちょしてないのか。いや、そう。いや、そうにしているぞ。ツンツンとかないん。視線が突き刺さります。引きこもりには辛い環境です。突き刺してるんだよ。あ、笑わせ。からかう、ああ、からかう、しまっ、でもこれ、からかう、犯人走る、ボタンが壊れた、やばい、俺こっから出ねえ、俺の人生終わったわ、俺も閉じ込められたわ。封印された、封印されたわ、ここに。笑わせる、ちょっと、どの角度の笑顔が見たいか、あえてここ、お茶を飲みながら、あれ、ブホーって誰、なんでならねえんだよ、今のタイミングしかなかったろうが、将来的にな。最後に贈り物とかないのか、失敗したな。ごちそうさまでした。こういうのならまた呼んでほしいな。最高じゃねえかよ、二人だけの時間を楽しんだ、やったぜ。ちょっと待って、お茶屋があと一回できる。正直どうでもいいんだけど、暗殺計画だとかふざけんね、誰で暗殺される、暗殺される側に問題があるんではないでしょうか。え、何かご用でしょうか。お茶が似合うよね、お茶そのものじゃ、マリアンヌ、このお茶きたー、大好きなんです、最高じゃないか、お茶をする、ありがとうございます。お茶が似合う、おいしい、トークしようぜ。かわいい装飾品の話。そんなのどうな、学校生活の思い出、最も一緒だと思う仲間。何このクソつまんねえトークはよ。学校生活の思い出。いや、ちょっと待って。あ、やばい、あーくそー、ちげえんだよ、思い出なんて大して、あーくそ、もう間違えた、もう最悪だ、人生を巻き戻して、リセットしていいっすか、最初からやっていい、一発で助かった話、ご飯に沿った相手、最近読んだ本の話、なんでなんかマリアンヌの時だけさ、ご機嫌ようのサイコロみたいな感じなの、だからもうちょっとさ、好きだよみたいなないの、え、最近読んだ本の話、あ、よかった、新しい計略の提案、料理失敗した話、道具の手、例について、なんでこんな内容なんだ、ちょっと待って、内容がちょっとマリアンヌ難しい、あ、待って、待ってくれ、
今何だったっけ、新しい計略の使用に失敗した話、道具の手入れについて、計略に失敗した話、新しい道具の手入れの話、え計略の話だよな、え、なんで、分からん、どうしよう、計略の話でしょうか、料理失敗した話、もうダメだ、もう俺は引退するしかねえ、もうおしまいだ、もう何の意味もないよ、このゲームこれ以上やったって、マリアンヌの興味のねえ話をしちゃったことがもうダメだ、もう一生のトラウマだ、俺沈黙が流れた、気まずい、気まずいぞ、で外抱きしめようぜ、ちょっといきなり、待って、見つめるタイムは、また誘ってください、封印してくれ、俺を封印されずで封印してくんねえんだよ、そんな理解できませんとか言われるし迷惑です、なんでだよ、まあ、そんなことやらなくたっていいじゃん。